いや、にしてもこの船かっこいいな。もうさ、帰ろ。帰ろって何？だってこれさ、無断で使ってんじゃん。いいじゃん、おめえのじいちゃんの船なんだからさ。よくないよ、だから嫌なんだよ。貸してくれたじゃん、普通にさ。やだよ、壊したらさ、俺のせいになっちゃうもん。多分じゃねえ。壊れないようにするって。いや、お前が一番怖い。お前は絶対運転すんな。ここら辺で火使ったらやばいよね。当たり前だろお前、これ木製だぞ、どっからどう見ても。じゃあもうそろそろ戻る。結構遠くまで来ちゃったしね。帰り道わかんの？大公開したもんね。もうどこ行どこかわかんないじゃん。まあでもそのうち流れ着くって。つかねえよ。よし、行くぞ。レッツゴー。怖すぎる。サンドマル発進。大丈夫かな本当に。そっちで合ってんの本当に？わからん。どんだけ回ってんだよ。あ、おぼかしいっぽい。お前意味分かって使ってんの？分からん。いやお前適当じゃん。おもかしいっぱい。連続転生。ねえ、レッツゴー。大丈夫？これ本当に帰ってる？光を開けろ。でもだいぶ遠くまで来ちゃったからね、結構分かんない。お前もうフラフラすんな、酔うから。この島何？ねえこんな島見てないよね。まあでも一回降りとこ。なんでだよ、帰れなくなっちゃうよ。ねえ、これ今日中に帰さなきゃいけないんだよ。ねえ、だって今ですらもう迷ってるんだからさ。だから嫌だったんだよ。もう絶対貸さないよ、ね、本当に。お前が船運転できるようになってればよかったやないかい。全部人任せじゃねえかよお前。それかお前のじじい連れてくれよかったよ。じじいって言うんじゃねえよ。おじいちゃんって言えよ。でもこの島なんだろう。わかんない、新しく見つけた島だ。当たり前だろお前。無人島ってこと？大陸も。お前つけれるんだよ、無人島って見つけたら。そうなの？何しよう、うん、何しよう。この島なんて名前つける？そうだなぁ。さあ、渡辺島とか。それで。やったー、渡辺島だ。なんで誰渡辺って。ゆんちゃんの本名？いや違うよ、渡辺さん、近所の。なんで？意味がわかんないんだけど。ここは今日から渡辺島になったの。なんでだよ。でも、じゃあ穂村くんなんて名前つけるの、無人島。俺？そんな言うならつけてみよ。別に渡辺。そんな、なんで、なんで、なんでって言ってたじゃん。ケチつけるならちょっと聞きたいな。まあよろずや島とかでいいんじゃない。何？なんかさ、なんか、いいなーって。面白くはないよね。じゃあサンドだったらどうすんの？サンドだったらどうすんの？あ、死んじゃう？サンド丸イケメン島島かな。ゆんちゃん早く行こうぜ。それはダメだ。お前船降りろ。降りてるよ。お前はまず乗るだもん。ちなみにさっきの島島っていうのはあのトイレの方のやつね。トイレ好きだから。もう分かったよ、伝わんないだろ。なんかある、これ何？でも結構広くない島。本当に何これ。ね、あっち側にもあるよ。何なんか謎のやつ、ほらこれ。白いのなんだ、これ何？あっちにもある。囲まれてんのかな、この白いのに。何なんだろう。でも骨じゃない？骨っぽいよね。スカルってこと？スカル。別に英語で言わなくていいんだよ。スカル島？スカル島じゃん。なんかある。あ、スカル島ってこと？それ日本語にしたらさ、骨島ですけど。いや、かっこいいや、骨島。かっこよくねえだろ、お前。骨島、いいやん。骨島かっこよくねえよ。ここにね、洞窟もあるよ、ほら。大丈夫？崩れたりしない？お前、崩れたらここ救助来ないよ。ホームランのじじい来ないの？じじいじゃなくて、おじいちゃん。あ、おじいちゃん来ないの？来ないよ。そっか、来れないか。無理だよ、スマホ持ってねえんだから。終わってんな、じじい。お前のおじいちゃん持っとんのけ、ほんとに。なんか、すごい骨がいっぱいあるよ。ほんとだ。中も骨っぽいな。ねえ、サンド。何？道がある。女の子の？何を言ってんの？いや、道ガールじゃなくて、道がある。なんか変な音しなかった？ほんとだ。あー！おめえ！ホムラのじいちゃん、助けて！スマホないから無理です。ねえ、これ誰のせい？これ今回サンドのせいだよね。いつも俺のせいとか言ってるけどさ、お前が行きたいって言ったよね、ここの洞窟。ホムラのじいちゃんのせいで閉じ込められたなと思う人は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回、一人も増えねえよ。最悪です。ホムラのじじいのせいに閉じ込められました。じじいって言うな、お前。マジでどうする？マジでどうするじゃねえよ。本当にどうすんだよこれ。ねえもう、意味わかんない島って一番やばくない？今までさ、山奥とかだったらよかったけどさ、もう帰りようもないじゃん。島はやばいよ。誰も助けてくんないよ。お前らカラオ、いやお前骨抜き押しだよ。お前もだって。いったお前くんとさ、ゆんちゃんもだよ。私も。これどういうこと、なんでなんでなんで、わかった。このままだった
ったら全身骨になっちゃうよ。え、ねえ、この島やばかったんじゃないの？いや絶対そうだよ。どうする？どうする？待って、よく見たらさ、奥にほら骸骨。お、本当だ、こっちにも骸骨ある。この骨ってもしかして全部人骨？この島に来た人ってことはあれとか。え、そうなんじゃない？この島流れ着いた人さ、全員さ骨にされてさ死んでさ、うん、この島の肥料になってさ、美味しく島に食べられちゃうんだ。ペチャクチャペチャクチャ言ってるうちにお前どんどん悪化してくよ。やばい、でももうおまじおまじほむら、じいちゃん、ほむら先生、助けてくれ。お前より先に白骨化しそうになっとる、こっちは。あ、助けてくれ、ほむらの先生より先に骨になるのは嫌や。こっちの方が先に生まれてる。じゃ止まれ。お前めちゃくちゃ失礼なこと言ってるぞ。何が失礼なの？元気なんだよ、じいちゃんは。元気だとしても俺らの方が若いもんな。まあまあまあ、どっちが先に骨になるかって話になってくる。失礼だぞ、お前言ってることね。でもなんかさ、中にさ入ったらさ、うん、あれ真相わかるかもよ、直し方とか。もしかしたら。でもだってさ、もう入り口閉じられてんだから、もう進むしかないじゃん。そうだね、出口ないから。助けてくれ、ホームランのじいちゃん。でも奥調べるって言ってもさ、いっぱいあるよ調べるとこ。本当だ、どっから調べたらいいんだ。道いっぱいあるな。じゃあ俺休憩してるから、みんなさ先にちょっと行ってきてくんない？やだよ、私たちだって骨なんだから。お前もう行けよ。俺は部長だ。どこで部長の特権使うの？部長だから率先して行けよ。そうで、使えないよこんなんじゃ。ねえ、グルグル回ったって無理。行くぞお前も。あ、バラが、サンドのバラが。大丈夫。あ、でもここそんな難しくなさそうじゃん。ね、怖いよ、ね、これ大丈夫かな。ね、ちょっとでもさあれしたら骨折れるからね、気をつけてね。これ右足から行かないと。右足で飛んで、あー、おー、よかった、水で。危ない。あー、痛っ。サンド、大丈夫？お前折れちゃうよ。痛い、サボテン痛い。スピーディーに行って。え、何そこ、なんかむずい。これね、誰かがさ人工的に作ってんじゃないの？当たり前だろ。いやそういう話をしてんじゃないよ。お前さ、サボんなよ。何をサボるの？まっすぐ行けよ、お前。行けんねん、こっから。それサンド用に作られてんじゃないの？え、俺が来ることを予想されてたってこと？いや、下手なやつがそっち行けるようにしてくれたんじゃないの？俺はこっちから行くからな。ド M じゃん、そっちから行くとか。いや、ド M じゃないよ、別に。ただ。ねえ、頭おかしいでしょ、お前ら。しょうがないじゃん。なんかあるぞ、奥に。お前、ズルして行くのかよ、最後まで。待ってよ、私たちも見たいよ。何があるの？え、いや、何やってんの、ね、一人で。ぐるぐる回ってるさんとか、なんか。うわぁ、でももうなんかね、体が骨になってるからね、動きづらいんだよ、これ。え、やばい、え、サンド、何？どうしたの？サンド、サンドやったそれ。ねえ、お前さ、何してんのお前。唯一の登るロープをちぎった。お前もう登ってこれないだろ。お前、おい。やばい、サンド。もうなんかこっちから行くのバカバカしくなってきたわ。あ、みんなそっちから行っちゃう。ねえ、お前さ、着いたぞ。ズルしすぎだろ。待って、ズルって何？これ。え、だって抜け出したいんじゃないの、こっから。抜け出したいけど。あ、じゃあ殴んないよ。ズルって言うならお前使うな、これ。はい、分かった。じゃあもうサンド君が読んでください。え、なんか日記みたいになってる。日記、じゃあ読んで。私は長い間海賊として海を航海してきた。これ航海の感じ違うね。うん、航海してるよ。航海してきたの。この海賊頭悪いのかも。たくさんの旅をしてきたから、そろそろこの島で家族と休もうと思う。この島は上から見ると骸骨のような形をしていて、海賊業の終わりとしてはとてもいい場所だ。海賊業？海賊の仕事？海賊に業界なんてあんの？どういうこと？俺ルフィ以外その業界知らないんだけど。知らない、まあ世界は広いね。あれ、これ何？本当だ、これもある。あれ、壺？ん？なんだ、呪いの杯のかけらだって。え、呪いが込められた何かのかけら、3つ集めると作り直すことができる。なんでお前。おい、呪いじゃん、呪い。やばい、受けないでよ。おい、閉じんな。え、でもさ、ちょ、呪われたくないもん。え、てか呪われてんのか、これ呪いってこと？3つ集めると作り直すことができるってことはさ、集めたらなんかできるんじゃないの？じゃあ俺持っとく。はい、持っとくね。でもかっこいいね、呪いってちょっとかっこよくない？サンド取れてない。
でもここ海賊の島だったんだね。上から見ると骸骨になってるんだって。でも、見ようと思うと見えないけどね。見に行ってみよう。だからさ、行けないんだよ。閉じ込められて、そうだ、閉じ込められたの忘れてた。なんで忘れんだよ。こっちは忘れてた。こっち行こう。こっちもなんかあるよ。いっぱいあるよ、これなんだ。何がある？ここにもあるよ、ほら。ここなんもあれだね。私の財産を狙うかつての仲間が私たち家族を襲った。財産って、お前海賊なら人のものを奪った財産だけどね。それを自分の我が物のようにね使って、奴らを逃がさないための呪いをこの坂月に込める。なんでこれに込めるってなんだ。裏切った奴らを全て骨にしてやる、だって。俺ら裏切ってないよ別に。ここにこれ、あ、だこれも、あ、じゃあこれ取っても帰ろうぜ。かけらしかなかった。いやー、やばいよ。なんだ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 、やばいやばいやばい、おめえ逃げんなよ。おい、サンド、サンド、骨が襲ってきてるから助けてよ。おい、逃げんなって。お前も骨だろ。サンド、痛い痛い、骨も痛い。じゃあお前も骨なんだから戦えよ。助けて。骨、ちょっと、サンド、サンド、土パンチ、土パンチ、土じゃ意味ないって。土パンチするんだったらそこ閉じとけよかったじゃん。逃げようとすんな、おい。サンド、サンド戦って。戦え、おい。なんで見てるの、サンド。サンド、ロープ、サンド、そこにロープ意味ないって。なんでサンドの方に寄ってかねえんだ、ほんで。なんでだろう。ね、お前やっぱ仲間なんじゃないの、もう。俺仲間だと思う。いや、もしかしたらサンド、あれかもよ。一番骨に近づいてんのかもしんないぞ、サンド。待て待て、お前くん、こっちこっち。ん、なんかめっちゃ奈落みたいなとこある。ここにあんたさ、おお、なんだここ。ちょっとサンド、ほい、なに、手伝ってくれ。やだ、怖い。死にそうなんだ。危ねえ。危なかった。あ、落ちちゃった。なんだこれ。よかった、こんなとこに穴あってよかった。おめえいつまでぶら下がってんだよ。そうだよ、一人で逃げてさ。倒したじゃねえよ、お前。骨の化け物と思う。何をやっつけたみたいになってんの。え、こんなん落ちたら絶対登ってくれないよ、もう。うん、てか、なんでこんなとこに穴があんのさ。お前のじいちゃんに聞けよ。いや、俺のじいちゃん、お前のじいちゃんだったらこの島のこと知ってるかもよ。知らないよ。それ聞きに行こう。いや、だから聞きに行く。しまって、絶対覚えてるよね、お前。わざとだよね。ねえ、でもこの島の秘密までわからないし、デーブ口もわからないよ。そうなんだよ、どうする。1個クリアするためにリセットされてんの。俺のことは置いていけ。置いていけじゃなくて、みんなで行かないと。お前が持ってんだからさ。でもだってさ、あれでしょ、もう2個持ってんでしょ、呪いの杯のかけら。だからあと1個だよ。よしよし。なんだ、待って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 。ガラスは壊し、モブを落とせ。どういうこと、ガラスを壊し、モブを落とせって。いや、でも目の前にガラスあんじゃん。は、え、本当だ。ね、え、本当だ。あれを、え、誰誰誰誰誰、何が顔まで。え、俺のことバカにしてんのか。俺の顔、顔骨になってる。冗談だよ、嘘じゃん絶対。でも触ってみろって。本当に、本当、本当だよ、ほら。え、だからやっぱお前なんかさっきから予兆あったじゃん。嫁に行けないよ。もういい、今そんなこと考えてる場合じゃねえだろ。やっぱ早く出た方がいい。ねえ、だから閉まっとる。そんなことばっかやってるからお前一人だけなるんだよ、そうやって。ちょっと早く、早くしよう。早く直そう。どうすればいいの。レンガ、わかんない。投げられます。投げれるって書いてあるよ。おお、すごい。え、ってことは、おお、すごい。なんか悪いことしてる気分だね。これどんどん割ってこ。そうだね。痛い、あぶね、あぶね、お前。あ、落とすな。落ちるとこだったよ。あ、気をつけて。それで豚を当てればいいんじゃない。豚落ちた。サンド、え、ね、ちょっと待って、あそこ見づらいってお前。本当だ、俺もうレンガなくなった。なんでお前どんだけ使ってんだよ。ちょっとさ、もう上がって上がって。行ったか。小倉くん、行けてるんじゃない。あ、壊したか。あー、行けた行けた行けた、よかった。やった、よし、こう道できたから。えいや、あ、これ最後じゃない、最後。ほら、本当だ、3つ目のやつじゃない。とりあえず本読もう。この島の洞窟には奈落の穴がある。その穴に呪いの灰を投げると呪いが解けるようにした。満足したら呪いを解こう。奴らにバレないためにも呪いの灰を、杯な、杯を破壊して別の場所に保管しておく。これで直すのも一苦労だろう。これで裏切ったあいつらはずっと骨の人形だ、はははだそうです。だからさっきのさ、変な穴に入れればいいってことじゃないの。あ、入ってた。よし、じゃあちょっとこれさ、作業台でこれさ、作り直そう、これ。うん、直そう、直そう、それ。でも作業台なんてあったっけ。でも真ん中にキーあるじゃん、ほら。あー、そっか。でもどうやって作るのこれ。
え、普通に重ねるだけでいいんじゃないの？あ、できた。ほら、呪いの灰。杯な？やばー、これ。見て、なんか血ついてる。でも、一気にでもさ、こん中入れればいいんでしょ？こん中。これやってたのかな？これ持ちながら。ルネサンスって。ルネサンス？ははは、じゃねえんだよ。わかんないでさ、みんな。レンが投げるよ、お前。やめて、あーでもホムランのじいちゃんとかならわかるかな。痛い痛い。でもこれ捨てるよ、もうこれ。いいよ。いや、大丈夫かな。大丈夫なんじゃない。あ、あ、戻ってる。やったー、ホムランさんだ。ホムランくんも、やった、戻れた。え、てかもう早く出よう、もうこんなとこ危ないから。そうだ、そうだね、早く出ないと。あ、開いてる、開いた。あ、これも呪いでしまってたんだ。そうだったんだ、やったー。よかったー。早く出ないと、また骸骨にされるよこれ。てかもうさ、変なとこ行こうとすんなよな。何が？何がじゃねえよお前。こんなとこお前連れ出さなきゃよかったんだよ。もう早く帰ろう、早く。急げ急げ急げ。ちゃんと帰り道わかんの？絶対そっちじゃないって。ねえ、え、違うかな。俺でもわかる、そっちじゃない、絶対。ほんとかよ、そっちそっち。いやいや、わかんないね。だってさ、お前こっち来た方向じゃん。おいおいおい、だって、なんだこの島。ねえ、ねえ、忘れないでよ。呪われてんのかお前は。ああ、ああじゃねえよ。